アメリカ合衆国の南東部に位置するフロリダ半島は、陸地のおよそ半分を湿地帯が占めるウォーターランド。全米で最も高低差が少ない土地に水がゆったりと流れる。半島全体が大きな川と呼ばれる潤いの大地。水草が繁茂するその下は、あまたの水生生物が息づく楽園だ。フロリダはバスフィッシング愛好家にとって特別な場所。この地のバスは成長が早く大型で知られる。フロリダバスは世界中のアングラーの憧れだ。ルアーの反応が良く、ファイトも素晴らしいバスゲームはスポーツ性が高い釣り。日本の淡水シーンでも根強い人気を誇っている。よっしゃ。バサー憧れの地へ乗り込んだのは琵琶湖のフィッシングガイド、実力派プロアングラーの杉戸重信さん。釣りを生業とする杉戸さんにとって、この兆候は仕事を忘れ魚と触れ合い己を見つめ直す旅でもある。全然飽きないです。というかもうこの景色の中で今自分が釣りできてるのがちょっとまだちょっと信じられへん。バスフィッシングの聖地で心の選択を。夢はフロリダを駆け巡り、自由気まま思いっきり釣りを楽しもう。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。サンシャインステートと呼ばれる太陽の恵み豊かな大地を東へ向かってひた走る。目指すは大西洋に面したポートシティ。来ちゃいましたね。どんなんですか？何回目ですか？アメリカは今回で4回目。でもね、フロリダがね、初めてなんですよ。で、1回はね、絶対来たかったから、まあ、やっと夢叶ったかなって、今ちょっとこれドライブしてるだけでも、なんか、めっちゃ楽しい。フロリダ半島は初めてだという杉戸さん。ある思いを抱いていた。僕がガイドするんじゃなくて、お客さんとしてこのフロリダの地でいろんな釣りをする。だからすごい楽しみですね。もちろんブラックバス釣りもしますけど、それ以外の釣り、全然僕の知らない地で知らない釣り方で、何を釣るかも僕事前情報全く今ないんです。ほとんどないんで、めちゃくちゃもうワクワクしてます。それを今から向かってるんですけどね。どんな釣りさせてもらうのかめっちゃ楽しい。バスだけでなく未知の魚とも触れ合い、釣りそのものを楽しむ旅だ。長江のベースはマリンレジャーの拠点として有名なリゾート地。その日の夕暮れ時、海を望むレストランで現地ガイドと落ち合った。どうやら杉戸さん、ソルトを先に楽しみたいらしい。フロリダ半島の海に精通するフィッシングガイドが彼女同伴でやってきた。26歳、今時の陽気な若者だ。アメリカに来たらまずは本場のハンバーガー。ボリューム半端ない。全てがアメリカンサイズ。味もイケてる。すっかり打ち解けた。ガールフレンドは明日も顔を見せてくれるのだろうか。今夜はよく寝て時差ボケを解消。明日に備えよう。翌朝、郊外のガソリンスタンドでジェミーと合流。彼女は乗っていないようだ。 Yeah, brand new boat. New? Yes. Oh, it's good. Yeah.ボートはピッカピカの新型船、最新鋭のハイテク装備だ。浅いとこも行けるようになってバスボートに近いよね。前ボートいいっすよ、ヤマハ。
SHO, you know? Yeah. SHO. Yes, SHO. The Talus. I don't know. American made. America. Oh. Yours, you got Japan better. Dark League. Oh, yeah. Okay. Straight to the bottom. Ah, bottom? Yeah. Oh. Big wish? Anywhere from this to maybe like this. How is target? Red snappers, barracuda, maybe kingfish, sharks, all that. So, many. Many. Boto mo kakko ii shi ne. Tournament shots, kakko ii ne. Demo ne, kore ga ikete nai. おなじみのコンビニで朝食を仕入れておこう。夜明け前の街を出発、港へ向かう。ハーバーに着いた。ここはケネディ宇宙センターのお膝元だ。この日港は遊漁船で大にぎわい。週末と人気ターゲットレッドスナッパーのエリア解禁が重なった。レッドスナッパーはマダイに似た美しい魚だ。フロリダでの釣りがいよいよ始まる。朝日が昇る海に向けて出航しよう。I want your hummingbird. You want one? Yeah. Nice. It's good. Very nice. 新型船だけあって魚探も高性能。頼もしい限りだ。Hummingbird better. It's very clear.Yeah, very clear. You need a hummingbird. You need to catch a bait cut? Yes, that's what we're doing right now. What kind of bait? We're catching live pogies. We use a cast net and throw it and load up our live wells. So that's what all these guys are doing. というわけで、まずは生き餌の確保。ルアーフィッシング漬けの日々を送る杉戸さんにとっては、すべてが初体験の釣り。全てが新鮮よ。何？どうなってんの？おお、イー！ It's good。すごいすごい。すごい。これいっぱい取れたよ。餌を確保して釣り場へ向かう。どんな釣りが待っているのか。魚探には魚影が色濃く映っている。僕の場合海っていうのは趣味としてはあるんですけど、年に数回ジギング行く程度なんで、餌釣りはキス釣りとかそういう可愛い釣りアジとかね、ほとんどないですよね、餌釣りって。だから今日はなんかね、餌釣り朝一、餌を取るとこから始まったんで、自分にとっては超新鮮というか、これからどうすんやろって感じですね。楽しみ。あ、トゥーフね。To the bottom? To the bottom.魚探を確認し、入念にセットアップ。エレキモーターを遠隔で操作する。
船体が安定すれば釣りの準備は完了だ。Right through the nostril. Oh, nose. Yep. Through there. There okay. You go. Drop it down. Front deck. Oh, you right anywhere right okay. here. Back deck, anyway. Jamie, action. Yep. Lift on the floor. Yeah, just barely tap it up. Leave it on the bottom. Okay. と、ジェニーも竿を出す。客の方を気にしながら。ちょうどね、今ここ20メーターぐらいの水深なんですよね。で、来た。あ、合わせたらあかんのかな。あ、うわ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 。あ、当たりははっきりあるな。来た。まずはジェニーがかけた。バレた。ビッグフィッシュ。どの時点で合わせたらええか分からへんやん。なんでこれ。次のヒットもガイドに。いい引きだ。またも逃した。 Hey, hook off? Yeah. 杉戸さんは未だ手探り状態。客をほったらかして釣りに興じるガイドに少々呆れながらも、日本男児は愚痴などこぼさない。そこに来た。値千金のバイト。無事にランディングできるか。オッケー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 。サメじゃねえ。マジで。シャーク。よっしゃ。スナイパー。え、これがそう。おいつく。おお、タイです、タイです。オッケー。よし。どうですか、これがフロリダ一匹目。すごいね。最初の一匹目からこれやもんね。強烈な当たりやね。釣り上げたのはレッドスナッパー。見た目はマダイによく似ているが、全くの別物。本命をいきなり引き当てた。フロリダ沖のソルト初挑戦でいきなり大物をゲット。仕事したねガイド。グッジョブグッジョブ。マイターン。生き餌のポギーはまだたっぷりある。
次はどんな魚が釣れるのか。小魚を餌に使うのもフロリダの海釣りも初めて。何もかもが新鮮で純粋に釣りを楽しめる。あれ、2匹目はすぐに来た。今度はあれ、ちょっと簡単すぎません？これ入れたらすぐ釣れた。あららららら、さっきより低いな。おい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 、ダブルヒット。ジェミーもファイト中だ。何じゃこりゃ。これなんちゅう魚？バディス、コビア、コビア。かかったのはコビア。地元ガイドでもめったにお目にかかれないレアな魚。2メートルほどに成長するスズキ目の回遊魚で、夏になるとメキシコ湾からフロリダにやってくる。よし、コビア、キャビア、ベリーグー、ホビア、ホビア、ホビア。どうやらボートの周りにコビアが集まっているらしい。チャンスタイムトライ。一度バレたが、依然目の前に大きな魚影が2つ。怖い。また食った。ダブルヒット。Okay. Cover. Good eating. はい。なんかね、すごいことになってるんですけど、僕はこの凄さが意味わからないんですけど、ガイドがテンパってます。なんかこれ貴重な魚らしいですよ、これ。Okay. Throw him back. ナイスファイトを見せてくれたコビアに敬意を表してリリース。うわ、下に。He'll come back to life. あれ何？あの魚。バラクーダ？ほら。バラクーダ。バラクーダ。Yeah.行け、レッツゴー、フロリダ。大物五目釣りのような状況にすっかりハマった杉戸さん。その時点で さあ行ってもらいましょう、ディープへ。さよなら。飛ぶと思います。多分岩があるんですね。根があるんですよね。フロリダの海にすっかり順応した杉戸さんだったが、当たりがピタリと止まった。その後も反応なしだが、存分に楽しめた。この日の釣りはここまでとしよう。
フロリダ超高2日目、朝焼けが海を染める。今日は小型ボートで台湾のシャローエリアを攻めることにした。出港するのはパリッシュパークのマリーナ。昨日はオフショアですよね。沖行って水深に30メートルのところでボードを下に落として、まあ、そこで誘って食わすっていう釣りで、まあ、結構でかいのね釣れて堪能できたんですけど、今日はまだ全然違ったちょっとフロリダを見せてくれることなんで、シャローですね。もしかしたらそこにサイドフィッシングも入るかもしれないんで、ちょっとバス釣り的な要素も入るんでね、まだ全然昨日と違った、釣りになるんでね、すごい楽しみです。さあ出発だ。今日はどんな魚が待っているのだろう。朝日に見送られ、大きく開いた橋を抜け、全く波のない静かな海を行く。いやね、普段僕琵琶湖の、ね、バスのガイドでやってる時もスタイル的には結構オフショアな、オフか沖なんですよ。沖のウィードとかドロップオフですよね。そういうとこを釣るのが自分のスタイルなんですけど、あんまりシャローやらないですよね。これすごいですよ。1メーターないんですよね。水深60センチぐらい、もう丸見え。ここをやるから今日ね、すごい楽しみ。普段やらへんからね、こんなドシャロー。やっとね、なんか自分の思ってたちょっとフロリダの景色の一つが見れたかなって感じ。昨日はオフショアで海やったんですけどね、海は出てしまうとちょっと結構似てるとこあったんですけど、やっぱこのね、平べったいの高さがないとこのこういう湿地帯でちょっとイメージがどんどん湧いてきました。Redfish right here. See the wakes? Black drum, good. 目指すターゲット、レッドフィッシュが海面を騒がす。キャスティングの釣りなのでラインシステムはシンプルだ。フックと重りが一体になったシャンクシンカーに小魚に似せたソフトルアースイムベイトをセットする。単純な仕組みだけに誘って食わせるテクニックがものを言う。まあ毎日してることです。これやったらね、めっちゃ。一番初めて来たエリアで一番ね、今まで釣ったことない魚やから、どんな当たりが出るんやろっていうのはもうほんまにワクワクするわ。この時が一番楽しい。あ、チェイス勝負ね。でも小さいですね、魚がね。わずか2投でファーストヒット。ああ、これレディフィッシュ、レディフィッシュ。おお、good bait。good bait。very good bait。I'm gonna save this。やった、2投目で釣れた。レディフィッシュ。日本ではカライワシと呼ばれている魚。成長すれば1メートルを超えるゲームフィッシュだ。空と海が一つになった鏡の世界。静寂の中に身を置いて釣りをするだけで心が澄んでいく。
するんです。うん、まだったかな。もう一回投げてください。Too fast. 早すぎます。OK OK OK OK。どうしてもね釣れへん時にはアクション早くなるんですよ。いつもね僕がガイドしてる時にはもっとゆっくりもっとゆっくりって言ってるのに僕今言われてるからちょっと気持ちが分かるんで、それがすごい面白い。あ、そりゃそうやなって、釣れへんなったらどんどんアクション強くなるよねって。全部自分が今まで言ってることをね言われてるのが、それが面白い。期待に反してワンヒットのみ。釣り場を移動しよう。よりショアラインに近い場所を攻める。水の流れがほとんどないのでリトリーブが難しそうだ。結局この日はレディーフィッシュ一匹に沈んだ。それでも旅の目的は十分に果たせた。やはり釣りは奥深く面白い。やっぱね、昨日フルムーンだったんで昼は食わないぜって言われてたんですけど、やはり、ガイドさんの言った通り難しかったですね。まあでも僕はこのインショアの釣りの方がすごいやっぱり身近だったん でキャスティングもできて、で魚も結構見れたしね。でやっぱなんといっても景色が、僕がイメージしてるこのフロリダをイメージしてる景色がそのままやったんで、僕的にはもう魚難しかったんですけど結構満足してますね。まあ、だから機会があればね、次本当のベストシーズンにね、トライしたいと思いますね。